トゥービーさん、なんか頭にキノコみたいなのが生えてきたんですけども、これなんすかね。はい、キューバさんです。今回もニアオートマタ続きやってみたいと思います。トゥービーじゃない、何やす。お前それバルブだ。 PC ゲーム用の追加アイテムバルブだ。まあ、パソコンゲームだということでね、このバルブをちょっと、2B さんの時の1周目の時みたいに、9S に付けちゃいました。はい、赤いちょんまげです。はい、というわけで、続きやってみたいと思います。とりあえず、この陥没地域の調査的なものをして一応クリア。地下にいたエイリアンたちにこう探索しに行ったところ、もうすでにエイリアンはこう絶滅していたと。それ絶滅していたのが機械生命体だったというのが分かりました。まあ、アダムとイブ戦、まあ、1周目の時はね、結構一苦労したんですけどもね、もうさすがに強いんで、全然、ちょちょいと、赤子の手をひねるかのようにクリアしてしまいました。まあ、とりあえずこの報告をバンカーにしに行くんで、この転送装置を使ってバンカーまで向かいたいと思います。ではバンカー行ってみましょう。転送、端末へ転送。で、バンカーを選んで、バンカー移動しますか。はいと。ああ、いつもはこのパターンはね、2B さんの中に入って、横で9S が見てるという、感じでしたけども、今回やっぱね、2周目は、9S がメインなんだ。ああ、なんだこれ。これちょいちょい 9S2 周目は、こういうムービーが入りますね。お母さんを殺しました。お父さんを殺しました。お母さんを殺しました。その手には成長の喜びと一人になった孤独が冷たく握られていました。なんだこれは。もう切ないわ、なんとなく。これ 9S の過去なんでしょうかね。いや、もう機械とか、アンドロイドにこの過去もヘッドクラブもないような気が。以上か、エイリアンは、お、しゃ、はしょってる。そうか。すでにエイリアンは、この情報あっは、た、確か一周目もそうだったな。最高機密として扱うことにする。くれぐれも他言のないように。はい。君たち2人には、パスカルという名の機械生命体の情報収集を命ずる。あの怪しい感じの機械生命体ですか。月面の人類会議からの通達だ。特殊な個体の調査は今後の作戦の重要な資料となるからな。了解しました。またパスカルに会いに行くことになります。これ1周目の時も話をはしょった風にこう、というわけでみたいな感じになっちゃってましたけども、今回も同じくそうでしたね。まあ、この辺に話しかけても、ちょっと会話が変わってた程度で、大して言われる、なんだ、重要なことも言ってこないと思うんで、もうスルーしちゃいます。あ、メールを受信しちゃいました。何のメールだよ。なんだ、司令官も本当に人使いが荒いですよね。しかも行き先はまた廃墟都市ですか。久しぶりだし、ちょっと休んでいきません？トゥービー。気が向いたらね。お前下心あるだろ、これ。何やす。お前ちょっと下心、露骨に出しすぎ。はい、メールチェック。メールがまたあれだよ。あなたが当選しました。1億当選しました、とか。そんなだったら怒っちゃうよ。オペレーター定期確認。これは別に大したことないね。はい。定期確認は、ジャッコス。ジャッコスなんだ。いや、いきなりだけど、夜明け前におすすめしたいというか、食べてもらいたい。食べる？アンドロイドに魚食わしてどうすんだ？その魚の、油ね。夜明け前にどんなのがあるのか調べたいというか、実験した。実験？おいおい。お前、おい、実験台にすんなよ。暇な時にでも聞くよ、ごちそうする。ごちそうって、お前魚だろと。魚の油だろ。まあ、ジャッカスに会いに行ってみましょうか、ジャッカス。ジャッカスどこにいるんだ。仕事って大変ですよね。作戦に好き嫌いはない。 9S、 あなたは感情を出しすぎ。私たちヨルハ部隊は感情を出すことは禁止されてるはず。そうは言っても個体差があるから仕方ない気がします。あのアダムとイブって特殊個体もまるで感情があるような。
いいから転送装置の場所に行く。はーい。はい、もう転送装置の前に来ております。とりあえず、パスカルのところに行かないといけない&ジャッカスに会いに行って魚の油をペロペロかな。まあ、とりあえずちょっと向かってみたいと思います。端末へ転送、あ、一応セーブしておこうか。セーブ、違うところにセーブしておこう。あの、後戻りできんくなったら困っちゃうんでね。システムのセーブを選んで、一番今長いのがこのこれだから、この下のところにセーブしておきます。はいと、はい、セーブしました。とりあえず、どっち先行きたいんだろう。ジャッカスの魚の油も気になるな。まあとりあえずでも転送、端末で転送にして、ジャッカスってどこにいるの。でも砂漠のところの入り口にいたような気するんだけども、これはこんな、ここはちょっと行き先だな。油田、あ、キャンプ、あ、マークされてんな。これちょっとジャッカスに会いに行ってみましょう。はい、ガラランと、このね、白い四角のマークがウェルコムもいいですね。これ一周目の時も何回言ったかわかんないですね。ウェルコムのマークにこう見えちゃうんですよ。あと四角が2つあったらウェルコムの W みたいなマークですよね。多分ね。これ労働時間長。労働時間長いわ。機械生命体の調査、パスカルに機械生命体の動向を聞くになっておりますが、とりあえず私は魚の油の方が気になっております。ジャッカス、おい、またいた。ジャッカスにちょっと話を聞いてみましょう。お、あ、そうだ、魚渡さなきゃね。このアジって魚なんだけど、食べるとアンドロイドの体にものすごく悪い、何、悪い影響があるし、じゃあ食わせんなよ。興味深いのでぜひ。おい、これさすがのあのトゥービーさんも怒るわ。これザゲじゃないわ、あんたみたいな。スケバン同士の戦闘が始まるんですかね。これ興味深いので絶対食べるか、バカ、死ぬかもしれないけど何言ってんだ。手に入れてるし、お前食わないよ。ジャッカスお前敵か。お前もう一回会話してやるわ。あんたには感謝。ほんまかよ。いや、食べさせて死ぬかもしれないもんを渡しておいて感謝もヘタグラもないと思うんだけども。ただ最近ちょっと気になる、何だ、少し調査してみようかな。何をだ、お前あれだろ、アンドロイドに魚食わして死ぬかどうかが気になってるだけだろ。俺、ジャッカス、お前殺すぞ。ジャッカス殺すぞ、こいつ咲き上がって。もまあいいや、とりあえずまあ、このちょっとジャッカスのこの魚は食わないものとして、パスカルのとこ行こう。あ、パスカル、これで一瞬に行けんじゃないの。これでパスカルのとこ行こうよ。はい、端末へ転送で、ジャッカスじゃない、パ、あ、行けねえ。あ、まだこれ行けてないんだ。しゃあねえな、もう足で行くわ。近くの転送装置のとこないのこれ。近くの転送装置、これどこだ。あて、これ近いんじゃない。まあ一回こう行くだけで行ってみよう。バララーンと、この自動販売機で何売ってる。自動販売機だ、なんかいかがわしい本を売ってる自動販売機に見えて仕方がないんだけども。ロード長っ。機械生命体の調査、パスカルに機械生命体の動向を聞く。はい、聞きに行ってみよう。確かこのちょっとこっち行ったところがパスカルのところよね、確か。あ、そうだそうだ、当たってた。ダッシュでパスカルに会いに行く。トイヤ、お、トイヤ、トゥービーさんほったらかしでナイスダッシュしてあります。なんだ、あ、
このエピソード忘れてた。この機械生命体の母ちゃんと息子のなんかこうやり取り、このクエスト、なんだなんだ今あの右下にあのスチーム、あーもういいやもうわけわかんない。このエピソードすっかり忘れてたわ。これちょっと受けちゃおうか。母親ロボ、ちょっと一回会話してみよう。うわ、今見たら母親みたいなメイクしてるこれ。あ、さっきのどうかしたんですか。その恥ずかしい話なんですが、子供と喧嘩してしまって。子供、あなたの？はい、あの子ったら話も聞かずに外に飛び出してしまったんです。すみません、もしよろしければあの子を連れ戻してはくれないでしょうか。外は危険で私にあたって、もうこれとりあえず一周目はスルーしちゃったんで受けとこう。母ちゃん任せて。トゥービーはお年なんだから。これなんか普通逆のパターンっぽい感じのこうセリフを用意しました。親子喧嘩を受注しました。うわきなう、おい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 、これね、ウィンドウ閉じるとか会話を終わらせるときについついこうマウスクリックしたらこう攻撃しちゃうというね。で、何体こう機械生命体の村のパスカルの知り合いのこうなんかいい人たちを何体殺したことが。いやもうごめんなさい、お母ちゃん、お母ちゃんごめんなさい、怒ってる、お母ちゃん怒ってる、お願いします、うちの子を連れ戻してください。わかった、ダメだ。これまたマウスの左ボタンを押して切っちゃいそうだ。これどうやったこれ、切らないでいいですか。あ、こっち向いて、そうだ、マウス動かしたらいいんだ。うーわ、もうお母ちゃん死ぬかと思った、これ。母ちゃん殺したら話にな、このクエスト、失敗に終わっちゃうかも。まあいいや、とりあえずこれ、こう、息子ちょっと説得しに行こう。あの、赤ちゃんかなんかついてる四角のやつが多分息子なんじゃないの。何母に子供か。機械生命体が家族という組織を形成しているなんて驚きですね。連れ戻したらお礼に脳回路を覗かせてもらえないかな。行き過ぎた探求心は悪趣味。冗談ですよ冗談。この 9S と 2B のこのやりとり嫌いじゃない嫌いじゃない。はい、あの 2B さん風に言ってみました。これ赤ちゃんマークが多分息子よね。違うのかな。あ、止まってる。赤ちゃんマークちょっと。何？トゥビ、気をつけて。近くに敵の反応があります。あ、助けを求めてら。え、なんか落ちてる。もうこう、あ、擬態だ。もうお前どうでもええわ。あそこ。あ、なんだ。おい、殴ってんじゃねえ、この野郎。おい、あ、これ、いや、お兄ちゃん、お兄ちゃんじゃない、あの、こいつで倒そうか。あ、倒した。いや、これ、子供というか、あの、こいつにまでダメ与えたら、えらいことになるところだと。迷子ロボ。怖かった。もう大丈夫です。優しいな。早く戻ろう。別の敵が来るかもしれない。何言ってんだ。そんなダダをこねないで。トゥービー、どうしよう。こんな小さな機械生命体の相手をしたことなくて。私にもわからない。言ってるそばから来ましたよ、トゥービー。わかってる。お。切ないな、このエピソード。おい。これなんだ、この人間臭い、このエピソードのクエストは、もうさっきから。もうチップは拾うけどさ。いや、なんだ。いや、これがね、普通にね、人のクエストだったらそう思わないかもしんない。多分。この、なんだろう。このロボットっていう、このちっちゃいロボットっていうのがすげえ悲しいわ。何やろう。
あ、向こう落ちてる。いや、もう落ちてる。うん、目に入ったからごめんね。いや、すげえなんか、切ないわ。こういうちっちゃいのがそういうこと悩んでるっていうのが。普通に邦画のドラマでこの子役の子が同じセリフ言っても何とも多分思わないと思う。ドラマだしと思ってね。いやでもこれもゲームだしと思えるかって言ったらなんか違うな。ゲームの中でこんなやりとりするんじゃないよって感じだな。まあいいや、ちょっと前頃お前、クエストのオレンジマークついてるからちょっと押すけどさ。ちょっとお前、そんなこと言うなよ。気は済んだ。お母さん、心配してたよ。だから僕たちが来たんだ。一緒に帰ろう。切ねえ。お前、見守るわ、俺。これ何、僕たちから離れちゃダメだよ。ちゃんとついてきて。いや、ついて、おいらがついてって言うけど。してたよ。だから戻ってちゃんと謝ろうね。うわ、もうなんだこれ。これ一周目でこれ体感しときたかったな。え、おい、どうした？どうした、迷子ロボ。迷子ロボ。ああ、解放できねえ。お前、おいおい。何ビビってんだ。え、敵がいんのか。迷子ロボ、動けよ、こら。お前、切るぞ。いや、切るぞじゃねえな。ちょっと。おい、どうした。あ、おい、なんだ、その、あ、え、おい、動けよ。動けて、こら。お前、その、このさじ加減なんだ、これ。お前、その、動いてる動かないんだから、ビビったり、会話できなかったり、どういうことだ。もう、お兄ちゃん怒るぞ。ほら。あ、ほら、お前、これ何？ちょっと、オレンジマークついてんのに、お前、Eボタン押してもなんもない。あ、行け。行け、そのまま。お前なんだお前、その、どっかの政治家みたいなこと、牛歩戦法じゃねえよ。ちょっと行け。お、行った。行けって。お前、どんだけ、もう懐かしい。どんだけ、もう本当に懐かしいけど、言っちゃったわ、もう。おい。丸一日かかったら、嫌だけど。もう放置でいいのか、これ。お、行け。行った。はい、行けよ、もう。俺、地球の人間たちのために、もっとやりたいことやんなきゃダメなんだよ。いや、その、うわ、こら！突然。あれ？俺、迷子ロボ壊してる？迷子ロボ壊してない？俺。ちょっとこら。迷子ロボ、あれ？あ、いるわ。びっくりした。今、目に入らんかったわ、もう。俺、切っちゃったかと思った、迷子ロボ。いや、お前、さっき無敵やったのに、え、当たり判定急に出たんとか思ったわ。うわぁ、もう嫌な汗かいたわ、もう。いや、これ、もう本当にね、容赦なくこれね、味方のこう、ロボット、機械に、当たり判定つくからね。あ！今俺牛みたいなやつに攻撃しちゃったんじゃない？いや、もう、お前死んじゃえ。はい。いや、なんか牛みたいな攻撃したような気がするな。いや。基本攻撃してこない敵はあんま戦いたくないんだよ。行けよ、早く。早く行け。あ、この野郎。早く倒しちゃってもう。倒した。あまりにもね、本当こう、ナインエスが強くて、攻撃がすげえおざなりになっちゃってんな。もう、とりあえず撃っときゃいいかみたいになってんな。どこ行った？迷子ロボどこ行った？あ、こっちか。あ、お前ダメ、ちょっと食らってんな。お前、あれか？もしかして、
これバーなくなったら死ぬんか。え、死んだらクエが失敗になるのか、死んではい終わりなのか、どっちだ。わあ、まちょっと強そうなデイだ。いや俺の方が強いか、やっぱり寄せつけないわ。ああ、動物撃っちゃ、あ、動物撃っちゃった。動物は撃ちたくねえんだ。早く早く母ちゃんとこ行ってくれよ。もうこう今回はもう母ちゃんデーになっちゃうじゃないかよ。あら、行き行き。お、あれ母ちゃんじゃね、あれ母ちゃんじゃね。あれボスだったらびっくりだけど、よく来たな若造。あ、違うか、やっぱ母ちゃんだ。あーや、あーじゃないよ。はい、続きなんだ、なんだ。あ、ありがとう、ありがとうございます。うちの子を連れ戻してくれたんですね。てんてんてん、子供ロボてんてんてんだ。無言だ。まったくこの子は心配ばかりかけて。あ、あの、あまり怒らないで。あ、何やつだった。あ、あの、あまり怒らないで。お母さん、泣かないで。私がどれだけ、どれだけ、てんてんてん。ごめんなさい、泣かないで。これ、セリフで聞きたかったね。これセリフで聞いたら、ちょっとほろっときてたね、多分。お母さんもごめんね、言いすぎた。うんうん、ほら先に家に帰ってな、戻ってな。お母さん、この人たちにお礼を言わなきゃいけないから。はい、アンドロイドの人ありがとうございました。あの子が何、うわー、いいとこで曲流れんな、これもう。なんならセリフくれよ。あの子が何を思って何を考えているのか、私にはさっぱりです。ネットワークから切り離された状態がこんなに難しいなんて。あー、なるほどね。ネットワークで繋がってたら相手のこう気持ちはわかるんだけども、切り離されたからわかんないという感じなんだね。思いませんでした。これね、機械、相手は機械生命体だけど、これ人間とダブらせてるよね、これね。年がら年中すれ違いばっかりでも、だからこそこうやって分かり合えた時の嬉しさを、いやー、あの子を連れ戻してくれて本当にありがとうございました。これ一周目スルーしててごめんなさい。俺と言ったなんですが、これを、あ、なんかいろいろもらったわ。なんかいろいろもらったけども対しても、まあちょっとあんまり、まあもういいかなみたいなアイテムばっかりだけども、まあいやでも母ちゃんのこうね、こうなんていうの、親切心、親切心じゃねえな、感謝の気持ちが伝わるクエストだったわこれ。ネットワークなしでね、総合理解大変そうですね。まあそうなんだけどね。でもなんだか楽しそうだった。いや、楽しそうだったかな。親子喧嘩。これいいクエストだったな。これいいクエストだったわ。これ一周目ほんとスルーしちゃっててごめんなさい。これ、いやもう、あとはもうパスカル話かけに行くとこだけど、うわ、この曲まだリピートしてるわ。まあ今回この曲リピートのところで終わっておこうか。今回 9S よかったね。 9S おめえいいやつだった。2週目始まった時はお前なんてやつだと思ったけども、お前あれだ、いいやつだ。はい、今回の動画が良ければ高評価よろしくお願いします。いや、今回のこの動画良ければ高評価よろしくお願いしますじゃなくて、今回はスクエニのこのクエストが良かったから
いいだけであって別に俺は良くねえな。俺は別に大したことしてないわ。はい。はい、というわけで、今回の動画これにて終了。チャンネル登録だけしてくれると嬉しいな、俺は。俺はね。はい、ということで、また次回、よろしくお願いします。こういうエピソードを求めております。はい。というわけで、また次回よろしくね。では、さよなら。